手しりとり洋館の絵。洋館の詩、黄金色に輝く洋館は目にも美しく心にも美しい固まった素朴な味わいが食べる人の心を和ませる。甘さ控えめの優しい味わい口いっぱいに広がる。食べるたびに心が温かくなるような懐かしい思い出がよみがえる。お茶受けに贈り物にいつも人々を笑顔にする洋館。君は日本の心を代表する和菓子の一つ。素朴な形と味わいから日本の美意識が感じられる。ありがとう。職人の技と自然の恵みを伝えた贈り物よ。次はよ、楊枝の絵。ヨウジヨウジの詩、木の枝から削られて細くて軽い棒ができた。間に火をつけよ、空に星を散らす。調理の補助に使ったり、芸術作品を作る時にも必要不可欠な存在として生活に根付いている。ちょっとものから大きなものまで様々な用途がある。ヨウジ、君は様々な場面で人々を助けて便利になる道具。ありがとう。世界を照らす小さな光よ。次はよ、妖怪の絵。妖怪の死、妖怪の姿は幻想的で人々を不思議な気持ちにさせる。山や森の奥深くに姿を現す妖怪たち、獣や鳥、植物の姿を借りて人々の前に現れる鬼やカッパ、タヌキなど個性的な妖怪たちが様々な物語や伝承で私たちを楽しませてくれる。人間の欲望を持つ恐怖を妖怪は象徴していると共に描き出すことで、人々は教訓を学び成長する。妖怪たち、君は私たちの心を豊かにしてくれる存在。ありがとう。夢と現実の狭間に住む神秘的な生き物たちよ。次はよ、洋式トイレの絵。
洋式トイレの詩、レバーを押せば流れる。洋式トイレは便利なもの、白く輝く、便器に落ち着く、心地よい開放感に浸る。トイレットペーパーを使いきれいに拭き上げると流れに沿って消えていく清潔な空間を守ってる。中には便座が温かいものも快適さを追求する技術の結晶。便利な機能が満載で生活を豊かにしてくれる。日本人には慣れないものだったけど、洋式トイレは慣れてきて身近な存在で、親しんだ便座に感謝の気持ちを込めて、洋式トイレ、君は私たちの生活を快適にして心に残る強い味方。ありがとう。清潔な空間を提供してくれる未来のトイレ技術に期待を寄せて。次は、で、今日はここまで。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録&いいね、よろしくお願いします。